一見日記風なショートショートと楽器を織り交ぜて1周目2周目を軽く突破、出てきただけで笑いを誘うとぼけた味で今週は同賞に挑む牧田博士だ。突然ではございますが、私、歩行者天国などでコーラにハンバーガーを食べるのが大好きなんです。しかし世間の人々があんなおじんがコーラにハンバーガー、それも外で食べてるのやだなどと思われるのではないかと、私家でこっそり食べてます。私はっきり言って隠れハンバーガーです。私今年の夏の海は派手めに決めてみようと思います。真っ赤なサーフパンツ、のり巻きをスパッと切った時のような赤、青、黄色、黒と段々になっている2000円のビーチサンダル、ちょっと大きめのつばの帽子、キラキラと輝くような派手めのタオル、それを買いまして家へ帰り、早速鏡の前で真っ赤なサーフパンツを履き、2000円のビーチサンダルを履き、帽子をかぶり、肩にはタオルをかけました。そばにギターがありましたのでギターを持ちましたら、私トリオロスパンチョスの出来損ないのようになってしまいました。私のところへ友人が参りまして、テレビなど見て喜んでいるような男はろくなもんじゃないと言うんです。私もテレビなど見てるような男はろくなもんじゃない私のところへ友人が参りました、テレビなど見てるような男はろくなもんじゃないとこう申します。私もテレビなど見てるような男はろくなもんじゃない、絶対に出世しないとはっきりと言ってやりました。その時友人が今日 何曜日だっけとこう聞きますので、私思わず水戸黄門があるから金曜日だよとそう言ってしまったのです。私こう見えましても怪談話、恐怖映画が大嫌いなんです。そんな話を聞いた夜はトイレに一人で行けません。私もう一つ考えただけでも恐ろしいことがあるんです。それはジャイアント馬場の寝顔なんです。男の料理が流行っています。私本を何冊か買ってまいりまして研究いたしまして、ブイヤーベースを作ることにいたしました。エビ、ハマグリ、魚と材料も吟味いたしまして、ゆっくりと時間をかけ本に忠実に作りました。おいしいブイヤーベースができるはずだったんですが、ひよからくて食べられません。私ひよ一つまみと塩一つかみを間違えてしまったんです。しょうがないですね、なんちゃって。私以前にお茶をほんのちょっとだけやってたことがあるんです。先日友人に久々に誘われましてお茶の会に行きました。それも野立です、白い日本庭園、どこからともなく琴の音などが聞こえてくるようです。
現れるようでしたが、会が終わりまして立ち上がるときに私足がしびれてしまい、よろよろっとよろけてお茶菓子で出された羊羹を次々と6個も踏んじゃぶしてしまう。あまり暗い顔しないように3週順番にいってるね、今日は。はい、今日はどうぞ。明日開く。さあ、怪我の巧妙になるか、濁りともせず、やったー。この人はもしかしたらご覧の人とも笑わないのかな。そうだ、顔しなさい。